参る。慌てるな。何があった？家に押し入られて、女房と息子がまだいるんです。家族を置いてきたのか？戦えるわけない。武士に見えますか？よし、助けてこよう。あやつの妻子がおるはずだが。まるで気配がない。外も見るか。干し物が濡れておる。隙をつかれたな。まみれだ。誰か殺されたな。ムクロは引きずられ川に捨てられたか。
供のもの。妻子ともに死んだようだ。伝えてやらねば。お侍、どうでした？どちらも死んでおった。無念だ。助けるとおっしゃった。俺も死ぬべきだ。家族を見捨てたんだ。己を責めるな。二人の死を無意にするな。お主も猛虎に抗い、人を救ってやれ。務めます。よし、動くな。このことは生涯忘れません。もう安全だ。お役に立つと良いのですが。
どうしよう、どうしよう。넌 내게 뭐 했어? 대략 얼패
酒井様。逃がしてやる。殺されるかと思いました。奴ら飯も食わさず死ぬまで働かせるんです。もう案ずるな。手を貸してくれるものを。筒で家族とはぐれてしまい、大浜の集落への道で追いつこうとしたのですが、もうこの野営があるとは知らず捕まってしまいました。始末しておこう。だが街道には近寄るな。
よし。影！この皇帝の玉座はこの世の真ん中にある。戦が終わった後の菰田で二人の人が侍を担いでるのを見たよ。身内がきちんと弔いたかったんだろうな。違うと思う。多分侍はまだ生きてたはず。担いでるやつの顔遠くてよく見えなかったけど、確か一人は女だった。戦場から侍を救ったのならその二人に感謝しなくちゃね。ジン、こっちに来い。